でも俺デフォーヤンかっこいいと思うんすけど、なかなかサンド。ウィリアム・デフォーの話してる。デフォーヤンかっこいいって言ってもなかなか認められないんすよ。そうだね。すげえかっこいい顔してませんでも。してない。してないイケメンの部類じゃないよ。個性派だよ。あの、男、残んって感じじゃないですか。男らしくないですか。え、死神に見えたんだよ。だってね、俺褒め言葉で、あの、ウィリアム・デフォー似てますよねって言ったら怒られましたもんだって。 お前、女性に言ってたもんな、それ。かっこいいじゃないですか。いいじゃないですか。いや、俺は、お前がなんか、それを言ってるのを聞いたときに、絶対あかんと思って聞いてたもん。お前はなんか、真顔でね、何々さん、ウィリアム・デフォーにすごい似てるって、中野さん思いますよねって言ってたけど、俺思うって言えないもん。そんなもん、思っても。俺も言われた瞬間に、顔を重ね合わせて、 あーって思ったよ。思ったでしょ思ったけど、うんうん、そうっすねって言えないもん。うん、本人がウィリアム・デフォーを検索したら、うーん、みたいな感じだったから。でもかっこよくないですか、まあ、ついでにシガニー・ウィーバーにも似てるって話はしましたけども。<laughs> 皆さんね、うん、今の話を聞いて、ウィリアム・デフォーとシガニー・ウィーバーの顔をモーフィングさせたら、誰の顔が出てくるかなと思うんで。俺は本当にかっこいいと思ったんだけどな。よければ、よければやってみてください。